よくね、船が通った後釣れるって言うんだけど、魚は確かに釣れるんですよね。イカはどうでしょうか。イカも釣れるのかな。あ、ベイトがすごいよ。おし、おっしゃ、来ちゃった。これいきなりキロぐらいあるんじゃないですか。はい、エギングの基本、これ着底です。エギを着底しないとですね、水深がまず分かりません。で、水深が分かればこうある程度ところを基準にして右側は何メーター、その右側は何メーターって刻んでいくと自分の頭の中にこの海底の起伏の、ね、図形ができるわけじゃないですか。で、あとこうどれぐらいのレンジで乗ったとか抱いたとかっていうことが分かりますんで、基本的にカウントダウンして着底させるってことが一番大事な基本になります。外側が砂地で、ずっと来た手前の方、ゴロタがあります。ゴロタの先にこの海藻帯がいっぱい生えてます。この海藻の中、あるいはそのエッジですね、その辺にちょっとエギを通してみたいと思います。いきます。よし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 、これもあんまり今走ったのはね、そこで取り込むと藻に絡まっちゃうからさ、こんなオリブ、背中がマーブル、杉柄、お腹がゴールド。しゃー、やっぱり絶対こうだよ。もうあ、乗った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 、おっしゃおっしゃ、おお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 おっしゃおっしゃおっしゃ、今日行った、おっしゃ、おお乗った、あ、なんだあれ、なんだこれ、おかっこ悪い。マイサイですね。キロありますね。1.5 弱。レンチャンです。同じとこです。水深2メーターぐらいかな。